はい、コンチェルトです。はいはい、今週もですね、Vlog をやっていきたいと思います。はい、5月の27の週ですね。ちょっと何をやってたかなというところなんですけれども、あんまり普段と変わらない日々を送っていたんじゃないかなと思いますね。はい、でこの日っていうかね、この辺りの日は割とあれですね、なんか AWS のインフラというか、なんかネットワークというかですね、そういう系の仕事を確かしてたんじゃないかなと思いますね。はい、これテケテケですね。テケテケっていう飲み屋さんで、そう、このね、株主優待券があったので、テケテケでちょっと作業するってことをしたんですけど、テケテケうまくないですね。なんか変な味したな、そばみたいなね、頼んだんですけど、なんだろう、山菜とかだったからかもしれないんですけど、なんか美味しくはなかったですね。はい。で、次の日ですね。ここは、どこですかね。サイゼリアが、ジョナサンとかですか。どっかの喫茶店だと思いますね。はい。多分この日は外で仕事をしていたんじゃないかなと思いますね。これ多分ローソンかもしれないですね。街カフェって書いてあるんで。ローソンで何かやったっけかなと思って。いいんですけど。はい。で、次の日ですね。はい。で、風呂上がって、ちょっと仕事をしてっていう感じですね。銭湯なんですけど、銭湯っていいですよね。500円とかじゃないですか。500円で、あれだけ気持ちが良くなることってあんまりないんじゃないですかね。ちょっとわかんないですけど。はい。で、Mac ですね。はい。最近ちょっと本をね、読んでますね。これは同姓同名っていう、ものなんですけど、同じ名前の人がなんか10人とかそんぐらい出てくるんですね。で、同姓同名の一人が殺人事件をしてしまって、そのせいで他の同姓同名の人が風評被害というか、いろいろ
風評被害的なのが起こってしまって、どうしようと、まあそういう話、ですね。うん、はい。はい。この日は31日、多分これ夕方ぐらいにね、ちょっと飲み会があったんで、そこに向かっている感じでしょうね。いや、違うかな。あ、そうですね。うん。で、次の日は、朝はどっか喫茶店にいると思います。この日はね、お客さんのオフィスでちょっと打ち合わせというようなことだったので、そこに行ってますね。うん。はい。ここは埼玉ですかね。所沢。はい。に、ちょっとオフィスがあるので、そこに行く感じですね。うん。はい。ちょっとその前に、何ですか？喫茶店でね、ちょっとお仕事をしているっていう感じですね。うん。まあ、ドトールですかね、ここはね。ドトールはいまだに、あれですね、タバコとタバコではないを分けてますね。うん。まあ、なんて言うんでしょう。喫煙者にもね、なんていうんですか、関心があるというか、はい、まあそういうことなんですね。まあどうでもいいんですけど、うん、はい。で、次の日ですかね、はい、もう朝喫茶店でね、お仕事をしています。うん。で、それが終わって、事務所にね、来た感じですね。うん。これはマックかな。マックではないですね。これは多分ベローチェですね。うん。はい。まあずっとね、事務所だとあれなんで、ちょこちょこ移動しますね。はい。そして帰ります。はい。まあ、この日は多分歩きで来たんですね。はい。なのでまあそのまま帰りますということですね。はい。そのままっていうか電車でですね。うん。